英会話のリュウです。大阪といえばたこ焼き食べたいよねっていう表現、何々といえばっていう表現あるじゃないですか。これ日本語でも結構使うので、英語でも言いたくなる場面ってたくさんあると思うんですね。なので英語でどうやって言えばいいのか紹介したいと思います。いろんな言い方があると思うんですが、皆さんがもう知っているであろう単語で覚えた方がね、負荷もかからないと思うので、これをお伝えしたいと思います。 Speaking of ですね。はい、 Speaking of、どうやって使えばいいかというと、Speaking of Osaka I want to eat takoyaki みたいな感じで使うことができます。はい、なので他で言うと、例えばね、Speaking of baseball Do you know this animeMajor、野球といえばこのアニメ知ってる？メジャーって言うんだけど、みたいな感じで使えます。